タレント、みそのが、14日放送のミヤネ屋に、東京、汐留の日本テレビのスタジオから生出演。2011年8月に芸能界を引退した元タレント、島田紳助さん、63が、自身の YouTube チャンネル、みその CH に出演したことについて語った。紳助さんは、引退会見以来、8年5ヶ月ぶりの映像出演で近況などを明かし、MC を務めていたフジテレビ系クイズ。ヘキサゴンファミリーについて、里田舞は幸せになったけど、スザンヌも離婚したし、フジモンも。不幸率8割くらいやな。矢口ちゃん、矢口まりもかなどと語った。現在の再生回数は、なんと350万回視聴されている。今回公開された動画は40分間のうち約21分間の前編。後編の公開について MC の宮根誠司キャスターから違うところに話が行ってるんでしょうね。いろいろとと聞かれるとみそのはなのでと言葉を詰まらせちょっと動画を公開して反応がすごすぎるのでアップしない方がいいんじゃないかって思い始めてますと告白。続けて、毎日、エゴサーチしていて、世間の反応を見ているんですけど、自分は、すごいことをしてしまったんだなということと、怖くなってきて、日に日に状況が移り変わりするので、ちょっと今、混乱、パニックですと説明した。今回の島田紳助さんが、みそのさんの YouTube に出演したことにより、芸能人や YouTuber から、様々な声が上がっている。大物 YouTuber のラファエルさんは動画内で島田紳助さん YouTube 出るんやったら一番最初はヒカルさんの動画と思ったわと話した。また、かねてから島田紳助さんを尊敬していると公言してた大物 YouTuber ヒカルさんは Twitter にて何も喋り方とかテンポも声も変わってなくて素敵やんとツイートした。また、島田紳助芸能界復活の噂が上がっているほか、YouTuber になるのでは?といった声も上がっている。今回の件を受け、皆さんはどのように感じました?個人的には、YouTuber ヒカルさんのチャンネルに出演してほしいですし、今後の島田紳助さんのテレビの復帰に期待したいです。皆さんの意見や感想をコメント欄に記載して、みんなで盛り上がりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。